皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ。米大リーグカブスの今永昇太投手はメジャー1年目の今季、チームのエースとして15勝3敗、規定投球回もクリアして防御率2.91と好投を続けてきた。そのキャラクターでも人気が集まっているが、MLB 専門局の番組に出演し、同僚に驚かれた出来事を告白。 番組ホストたちを笑わせていた。動画彼一人で十分です。米司会者たちを爆笑させた実際のインタビュー動画球場と中継をつなぐ形で MLB ネットワークの番組「インテンショナルトーク」に出演した今永。最終盤に「他の人が知らない自分の秘密を明かす」というお題を振られるとこれが秘密になるかはちょっとわからないんですけどと言いつつエピソードを話し始めた。 僕はチャーハンを作るのが得意と明かした今永はカブスの食堂にあるキッチンに自ら入り購入した調味料を使ってチャーハンを自作昼食として食べていたというその姿を目撃した同僚のカイル・ヘンドリックス投手は俺は10カ年メジャーにいるけれどそこで自分で調理している人は初めて見たぞと驚いていたという このエピソードを聞いた番組ホストのケビン・ミラー氏らは笑いを耐えきれず、拍手。この他にも来年ドジャース、カブスの開幕戦が東京ドームで行われることについて、どれほど追加のセキュリティが必要でしょうか。笑とジョーク交じりに聞かれた今永は、大谷選手、山本選手、鈴木選手っていうのは本当に素晴らしい選手で、日本でもスタープレーヤーなので。 体の頑丈な警備の方がたくさん必要だと思うんですけど僕は通訳のエドウィンがこの体つきをしているので彼一人で十分です笑っとコメント笑いの絶えない番組出演となっていたどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう